はい、どうも皆さんおはようございます。宮脇料理チャンネルでございます。ただいま、06時8月、平成30年8月2日06時ちょうどでございます。今からね、私ね、仕事の、待ち合わせのためにね、私の家でもあり兄貴が住んでるところでもあの浜、かすべちの方へね、私の自宅浜原からもう一つ自宅浜原から霞地方へ向かっているんですけども、今日はちょっと歩きで向かっておりまして、旧マートハローのとこから霞地へ向かうんですけど、本来はね今これ一本この道一本でずっと行けるんですけどもね、ちょうど上川と霞地線を通って、一発で行けるんですけども、いま、だにね通行止め規制を張ってます。全面通行止め規制を張ってますんで、終日全面通行止め規制を張っていますので、わざわざ国道375バイパスを通って行かなくてはなりません。これね歩いてもね、大ブロスなんですよ。まっすぐと行くのと比べたらね20分ぐらいロスがあるんですよ。はい、現在今6時00分、このまままっすぐ歩いていくと6時20分ぐらいには遅くとも着くんですけども、今車も迂回したように、はい、これがね車両通行止めだったらいいんですけど、未だに全面通行止めなので、全面通行止めということは人も歩いて通れないので、はい、人も歩いて通れないので、とりあえず私が規制を破るわけにはいきませんので、迂回をいたします。全面通行止めございますよね。全面通行止めです。全面通行止めでは歩行者も行きませんので、こちら迂回します。迂回します。ただまず6時3分ぐらいです。本来だともう6時20分、おそらく25分には着くんですけどね。さて、10分ぐらいロスが生じてしまいます。こっち回るとね、10分ぐらいロスが生じてしまうんですけどね。はい。まあ、いざ仕方ありません。まだ時間かかっておりますので、復旧作業が一向に進んでおりませんので、一向に進んでおりませんので、迂回します。迂回します。これもね、前にもあのトンネルの回で説明したんですけど、ここはなんとか歩道の幅があるからいいんですけどね、この2つのトンネルはね、歩道、もしここは歩道の幅がなかったらどうなんだろうって感じなんですけどね。ただいま24度、この時点6時の時点で早くも24度です。はい、今日は今日も24度あります。すでに今日も、天気予報では37度まで、気温が上がる予定でございます。予報になっております。ね、間もなく5分になりますのでね、一旦お伺いします。ただまあ今ここで久保橋で6時05分です。06時05分、でございますのでね、一旦久保橋をお迎えして、集合場所を待ち合わせます。近くがあったらまた、ポプラあたりから、ポプラじゃない、今はポプラじゃない、ローソンポプラ島根、三郷霞地店ぐらいから、またスイッチ入れたいと思います。一旦、お迎えします。